キョ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 。到着しました、沖縄です。涼しいな。暑いやろ、どう見ても。今から早速レンタカーを行きましょう。はい、ガラス焼きて何買おうとしたって。フェイスマスク。ガラス焼きてフェイスマスク買おうとしてた。あとどれぐらい？あと、うん、27分。めめどうですか、沖縄いいですか？楽しい。まだやろ。いやいや、もう結構楽しいやろ。どうやった僕の運転？荒すぎ。何やねん。ここいいな、すごいね。何食べる？何食べよう。タコライスは？タコライスいいな。タコライス行こう。タコライス。じゃあ、1日目昼飯。イエーイ。うんぱに食べさせたら殺せる。湯気よのデッキやん。めっちゃ煙出た。湯気やった。美味しい。美味しい。このレンタカーはですね、はい、春乗りレンタカーと言いまして。何？春乗りレンタカー。春乗りレンタカー。全国に14店舗ぐらいあるんですけど、デカ盛りさんのスポンサーをしてるんですよ、このレンタカー。その、レンタカーさんに今回はお世話になってます。ありがたいです。見えました。着きました。なんていうホテルやったっけ？カフーリゾート付着コンドホテル。パプアニューギニア共和国。沖縄の顔じゃないってそれ。じゃん。すげえ。あれ？なんか思っとったのちゃう。そんなん言うな。第一声それわかんない。最高かよ。は？海あるやん。なんで？トイレ行くした。そんなもないわ。トイレ行くした。早い早い早い。靴箱これもしかして。手やめて。靴箱さ、すまんここ。めっちゃ笑っとる。めっちゃ笑っとる。靴箱の多さで笑ってる。あるやろそういうことも。めっちゃいいやんそれ。つまみと。ゴーヤチャンプルいただきます。全然ゴーヤじゃなくない？ツッコミ遅。ゴーヤチャンプル僕別に嫌いちゃうもん。あ、そうなんや。美味しそう。めっちゃうまい。マジで？めっちゃ美味しそう。シンジ？おはようございます。朝です。いい目覚めでした。今起きて2秒とかなんですけど、はい。今日はなんかちょっと記念にベランダで寝させてもらいました。なんかサッカーサバイバルの梅谷の気分を味わえましたけどもね。景色最高や。朝食2日目。何が？普通飯来てから喋るやろ。キョ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 。沖縄でかいねん。ボケボケのケボケスケス。到着です。すごないやばいな。隠れミッキーもやっぱあんねやん。やっぱほんまや。めっちゃ海綺麗で。だってさ、こんなさ浅瀬じゃなくても透明ってどういうことなんやろ。浅瀬じゃなくても透明。透明。なんか普通さ、ちょっと波、何？海岸沿い、海岸やっけ、あの砂浜の方。うん。ああいうところがちょっと浅いところがさ、透明なのはわかるけどさ、だいたい深くなってたらもう見えへんやん、下。綺麗ってこと？ズバリそういうことです。ズバリ？旅たずこか。ズバリ言うわよ。懐かしい。すげえ。こっつ。サーフィンしたなってきたわ。したことないし、できたこともないやろ。なんかあれやな、2日目にしてやっと馴染んできた感あるな。沖縄に。うん。
うん、1日目はさ、そわそわするやん、やっぱり。そわそわそわ。ちゃんと充実、海外か、ちゃんと充実させたみたいな。で、これなんて海や見たらどんな気持ちなのって、ひけへん三味線鳴らしたくなるひけへん三味線鳴らしたくなる感情。うん、なんなんそれ。あの魚見に来たんやった。好きな魚なんですか。タイ、タイ好きなどう、魚鼻くそ欲しないどんなタイミングで欲しいの。でかでかいねん、ボケーボケーのケーボケー好きっす。ジャイアントマンタジャイアントマンタやフレッシュフレッシュの手や、フレッシュの手になってるこういうこと。ジャイさんこっからや。ウーパドーロ、涼しい、最高だぜ。フラッシュか。パイナプル入ってないこれ。え？パイナプルだ。パイナプル皮ごといけるんか。行きたくないやろ。行けないか。皮ごといけたら。いけたとして。運転頑張れ。ジャングルの中みたいなね。これはええな、めっちゃええアルカンデマジ最高。アルカンデさ、こんなに楽しめた。運転したかってん、これほんまに。パパ運転したらガー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 エレレレレいや、コナンのアイキャッチのとこか、キーバンか僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってんだろう。だだだだって指さして、うんぱ、うめ、パパ、エビ、エビ、エビ、うんぱ食べたら死ぬらしい。シンジ、バナナバナナバナナ、チェックアウトします、バイバイ。関東今すが一番気象が荒いので人間の年齢と言われてますので、ほんま35歳ね。うんぱと同じ。すごい、すごい。どうだ、うん、ぶら下がってるから気をつけて、いろいろ虫とかも。すげえな、めっちゃいいな、ビオス。うん、すごいすごい。気をつけて、足。はい。沖縄最後の飯、ソーキそば食わんかった。ソーキ食べたかった、ね、でもなんか買ってるから。ソーキって呼んでるやん。大阪帰ってきました、疲れました終わりです。負けるんじゃねえぞ、お前の夢は勝つと共に涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ。どんな偉くなっても巻き光らしくあれよ。